どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは愛犬のルナです。ということでね、ルナも手出すの癖になってきてるでしょ。でね、ルナと一緒にやっていきたいと思います。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンで楽しくやらせていただいてます。今ね、メンバーさんどんどん増えております。ズームで相談、ズームでトレーニングとかもやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。お散歩は決まった時間とコースがいいですか？また最適なタイミングはありますか？はい、お散歩のコースですね。で、決まったコースがいいですかっていうことなんですけども、決まったコースで行くとどうなるかっていうと、もう何が何でもそのコースじゃないとお散歩に行けなくなっちゃったってなってくると、後から大変だと思います。例えばね、工事中だったりするときに道を変えられないってなってくると、そこを通るしかなくなっちゃうんですよね。なので大きい音してて怖がってるところとか、まあ、そこを通った時にもしね、なんか大きい音でびっくりしちゃって、なんかその道も嫌になっちゃったら、行けるお散歩の道がなくなっちゃいますよね。なのでコースは決めないで、いろいろね、その日で変えてもらった方が自分はいいんじゃないのかなと個人的には思ってます。時間ですね。時間も自分は正直に言うと、まあどうしてもお仕事の都合で変えられないっていう方は別なんですけど、できれば基本的にはそれも決めない方がいいんじゃないのかなと個人的には思ってます。今のこのおやつとかご飯とかもそうですけど、ワンちゃんお散歩もそれ楽しみですよね。楽しみなものっていうのはこの時間って決めたら、もうその時間にやらないとってなってくるので、そうなってくるとワンちゃんはその時間に期待します。なので何時に行ってもらえるか分かんないよっていうと、吠えたりとか、ね、要求する可能性っていうのは絶対とは言えないんだけども、低くなってきますので、あとはね、十分にお散歩行ってあげたりとか遊んであげることによって、ワンちゃんもね、1回のお散歩だとね、そこに対して執着強くなっちゃうので、お散歩は基本的には朝晩2回に、あとはね、適度な運動を入れてあげると、例えば行こうかなと思った時に興奮しすぎちゃったりっていうのは抑えられるのかなと思いますので、その辺もね、ちょっとね、調整していただけるといいんじゃないのかなと思います。タイミングっていうのは時間帯のことを多分言ってるのかなと思うんですけど、基本的には他の人とかワンちゃんとかがいる時間を、まあうちの子吠えちゃうから避けますっていう方もいたりとか、あとはね、やっぱりちょっとずつ、まあ少し吠えちゃうぐらいだったらね、慣れていくから、本当はね、そういう時にはトレーニングも兼ねてね、連れてってあげると個人的には慣れていくからいいんじゃないのかなとは思うんですけど、夏だとね、アスファルトがやっぱり暑くなっちゃうから朝早めだったりとか、そういう意味で言うとベストなタイミングっていうのは、全国ね、どこでもその四季があるって、やっぱりそれに合わせてね、ちょっと違ってきちゃうんじゃないのかなと思いますので、基本的にはね、ワンちゃんが過ごしやすい時間帯をね、狙って行ってあげると一番それがいいんじゃないかなと思いますので、特別な理由がなければね、そういった形で個人的にはいいんじゃないのかなと思ってます。はい、というわけでね、お散歩コースなんですけど、決めちゃうと、例えばね、自分たちも地震とかね、そういったもので何か被災した時に避難所に行きますっていう時に、避難所でいつものコース回るってできませんよね。どこでもお散歩できて、どこでも遊べてっていう方が絶対にいいと私は思いますので、コースは決めないで鳴らしてもらった方がいいんじゃないのかなって思うのと、あと時間帯もね、この時間って決めちゃったりすると、ワンちゃんがね、その時間に要求して吠えたりとかね、また興奮が大きくなる可能性もありますので、お散歩の引っ張りをね、助長してしまう可能性もありますね。なので、時間もね、個人的にはランダムの方がいいのかなと思うんですけど、ただね、いくらランダムって言っても、真夏の暑い炎天下に、うちのルナちゃんじゃないですけど、黒い子連れてったらね、すぐにやっぱり夏バテね、熱中症とかも怖いので、そういう意味ではね、ベストなタイミングっていうのは、ワンちゃんが過ごしやすい時間を選んでいただけたらいいんじゃないのかなと、個人的には思ってますので、ぜひ皆さんもね、ワンちゃんとのお散歩、安全が第一ですよ。安全でなおかつお互い楽しくできたら一番いいんじゃないのかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、ワンちゃんと楽しくお散歩行ってみてはいかがでしょうか。